どうも、おやつです。今回から、リマスター版で追加された全7体の最強ラスボスをヒューズ一人で撃破していきます。記念すべき初回の相手は最強ディーバです。初回なので、まずは、最強ラスボスって何ぞや？という方のために簡単に説明しておきましょう。最強ラスボスとは、簡単に言うと、既存の各主人公のラスボスの超パワーアップバージョンです。HP などのステータスが上がっているだけでなく、行動パターンも大幅に強化されています。その強さは、限界まで鍛え上げた5人パーティーで挑んでも、対策を怠ればあっけなく全滅してしまうほどです。最強ラスボスと戦うには、リマスター版で追加されたヒューズ編で、条件を満たす必要があります。ヒューズ編は、最初に7つの事件の中から1つを選択し、他の主人公の物語にヒューズが介入する形で進みます。例えば、ジョーカー事件を選んだ場合、最終的にはエミリア編のボス、ディーバと戦うことになります。この際、道中で他の主人公を仲間にしておくと、ラストバトルへ向かう直前の応接室で、最初に選んだ事件以外のラスボスとも戦うことができます。ここで、他のラスボスを6体全て倒すと、ラストバトルへ向かう際の選択肢が変化し、覚悟は決めた。行くぞ！を選ぶと、ラスボスが最強状態になります。今回の場合、最強ディーバに変化するというわけです。すべての最強ラスボスと戦うには、7つの事件で毎回このラスボススタンプラリーをやる羽目になります。なお、ヒューズ編はヒューズを第1パーティーから外せないので、ソロ攻略は必然的にヒューズ一人となります。それでは、戦闘に入る前に最強ディーバがどれほど強化されているのかを確認しておきましょう。まずは HP、オリジナルは25000から125000で、敵ランクによって変動でしたが、最強版は20万で固定です。ディーバに限らず、最強ラスボスはどれも HP が敵ランクで変動せず固定になっています。また、HP 以外の能力値も大幅に上昇しており、攻撃のダメージが上がっています。オリジナルは種族が妖魔だったので、上級妖魔はディーバからのダメージを4分の1に抑えられましたが、最強版は種族がヒューマンになっており、この弱点を克服しています。まあ、今回はヒューズで挑むので関係ありませんが。行動パターンに関しては、オリジナルと同様、間接攻撃主体の0形態と直接攻撃主体の1形態があります。戦闘開始直後は0形態です。1ターン目の行動は、全体攻撃の強風で固定。以降は、サンダーボール4回、落雷4回の計8連撃か、最大 HP の割合攻撃である連発のいずれかを使用。なお、オリジナルにあった強視攻撃はなくなりました。ゼロ形態で3ターン経過するか、連発を使用すると、1形態に変化します。1形態になると、最初に自身の全能力値を4ターンの間 1.5 倍にする覚醒を使用します。そして、以降は、ぶちかまし、グランドヒット、タイガーランページ、グリピススクラッチ、スキルモ、という、凶悪な物理5連撃や、熱風撃、魔人三段の2連撃をランダムで使ってきます。1形態になってから5ターンが経過すると、0形態に戻ります。0形態の初撃は、強風で固定。以降はこれのループです。全体的に手数が増えており、攻撃の威力も上がっているため、しっかり対策しないとあっという間に移ります。最強ディーバの説明は以上です。戦闘前にヒューズの状態をお見せします。まず、パラメータですが、当然のごとく全ての能力値をカンストさせています。フルメンバーで挑んでも苦戦する最強ラスボスにソロで挑もうというのですから、全能力値をカンストさせて、初めてスタートラインに立てます。幸い、スライムプールでのオートレベルアップは健在で、さらにリマスターでは追加機能で3倍速にもできるので、能力値をカンストさせることは、それほど苦にはなりません。武器欄には、最強の剣である金獅子の剣、勝利のルーンを使えるルーンソード、突属性攻撃を 98% 回避できるワンダーバングル、アイテムを自由に使えるバックパックを装備。防具の方は、物理防御を重視して、スプリガンスーツ、強化服、天使のブローチを選択。さらに、雷暴特化の雷の結晶で、ゼロ形態の雷属性攻撃に備えます。スキルはこんな感じ。
剣技は、反撃技の送信無双、言わずと知れた最強技、無月山水、自動反撃技の霞西岸をセット。補助術として、保護のルーン、活力のルーン、盾の三種。当然のように陰術と秘術を同時習得していますが、これは原作の頃から存在する裏技を利用しています。やり方は簡単、まずルーンを集めて陰術の資質を手に入れます。次に術屋で秘術を購入します。この時点で一旦全ての陰術が消えます。その後、戦闘中にルーンソードの小庭から勝利のルーンを供養して、勝利後に陰術を習得していきます。こうすることで、すべての陰術と術屋で買える秘術4種を同時に持つことができます。ダークスフィアには対象の補助を打ち消す効果があります。最後に、ゼロ形態対策として落雷見切りをセットして、準備完了です。それでは、最強ディーバ、ヒューズ単独攻略。行くぞ！初手の強風は突撃性を含むので、ワンダーバングルでほぼ確実に防げます。術を使うと盾が発動しないので、このターンは剣の素振りをしておきます。2ターン目から補助をかけていきます。まずは保護のルーンで姿を隠します。続いて、活力のルーンで自動回復を付与。3ターン経過で1形態へ。秘術の盾で4属性の防御力をアップ。能力値カンストなら上昇量は21です。これで仏棒は92、雷棒はカンストします。ルーンソード系2の勝利のルーンで仏攻撃力をアップ、能力値カンストなら上昇量は26です。これで金獅子の剣の攻撃力がカンストします。これにて準備完了。ダークスフィアでディーバの確定を解除しつつ姿を現します。これ以降、ワン形態の間は、送信無双を選択して反撃を狙います。物理5連撃、来い。来ました。秩父の以外の4連撃は全て反撃可能。送信無双の餌食です。全て反撃が発動すれば、合計で24000以上のダメージになります。5ターン経過により、ゼロ形態へ。ゼロ形態は反撃可能な攻撃をしてこないので、無月山水に切り替えて攻撃していきます。落雷は見切りで回避、サイダーボールは雷棒を貫通させれば、ここまでダメージを抑えられます。ディーバの下にある顔の回転が止まったら、全ガスがクリアイズ。防御力を高めても、これだけのダメージを受けるので、HP が危険な時は防御しておくのもありです。ワン形態に移行したら、再びダークスフィアを使用します。うまいこと相手に抗争できれば、ディーバの覚醒を即座に解除することができます。覚醒を解除したら、再び送信無双で反撃を狙っていきます。今の反撃は霞西岸です。送信無双が発動しなくても、自動発動の霞西岸の反撃を残しているという、月を生じぬ二段構えになっています。逆風撃と魔人三段の二連撃は反撃不可の外れ行動です。5連撃とどちらが来るかを予測できればいいのですが、おそらくランダムであり、見分けることもできません。月雲には負担効果があるので当たれば危険ですが、突属性を含むので、バングルで防げます。実は、送信無双の威力は、通常攻撃の約 5.9 倍であり、約 5.3 倍の無月山水をしのぐ最強の剣技です。また、消費技ポイントも無月山水の10に対して、半分の5となっており、コスパでも圧倒しています。なお、運悪く反撃の機会に恵まれないと、倒しきる前に技ポイントが尽きることもあるので、その場合は、無月山水の使用を控えるなどして、技ポイントを温存しましょう。あとは繰り返しになるので、倍速で流します。ここまでご覧の通り、この戦闘はかなり安定しています。回復能の魔人三段は、仏棒を固めたおかげで200程度のダメージ、熱風です。強風、秩父もはバングルでほぼ貫通。ワン形態の連撃には高確率で反撃が発動。ゼロ形態のサンダーボールは極小ダメージ、選抜は予測可能ということで、よほど運が悪くない限りは、活力のルーンの自動回復だけで回復がこと足ります。もし運悪く魔人三段を連発されても、ゼロ形態栄光した直後に、バックパックから最高傷薬を使うだけで、即座に立て直すことが可能です。
相手の使用時でも盾は発動するので、固定行動の強風はバングルで回避できます。ちなみに、こいつ以外の最強ラスボスは、HP が減ってくると行動パターンが変化して攻撃が熾烈になりますが、こいつだけはなぜか、HP の減少による発狂モードのようなものがありません。それもあって、最強ラスボスの中では多分こいつが一番弱いと思います。というわけで、難なく撃破。最強ディーバ戦を完走した感想ですが、行動パターンが少なく、攻撃の属性も偏っているため、対策が良い。なおかつ、1形態の物理5連撃がまさに反撃の餌食なので、とても楽に戦えました。しかし、奴は最強ラスボスの中でも最弱。次回の最強オルロワージュは、ここまで簡単に勝たせてはくれません。ヒューズの勇気が世界を救うと信じて。ザ・エンドってね。